こんばんは、翻訳 YouTuber の渡辺美塚です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年2月になってしまいましたね。早いですね。ということですね、早速記事の方に入っていきたいんですけれども、もう先月になってしまいましたね。30、31日と横浜の方でブロックチェーンのカンファレンスがあって、チャールズ・ホスキンソン氏もね、カルダネーダのチャールズ・ホスキンソン氏も登壇されましたけれども、もう一部その内容が日本語の記事になっているようです。で、私はひたすらこの体に関する記事を訳すばかりなんですけれども、こちらの記事なんですけれども、まあ、高須さん経由からまた流れてきた記事で、まあ、翻訳してほしいと頼まれてもいないのに勝手に翻訳いたしました。でですね、まあ、こちら YouToday という、まあ、私も初めて見たブログなんですけれども、こちらの記事で、記者がジャック・トーマスさんという、まあ、オーストラリアの記者の方で、まあ、金融とか、テクノロジーに関しては結構こう長い間ジャーナリストをされていらっしゃって、まあ、ここ 2,3 年で仮想通貨とかあとブロックチェーンについてもまあ書き始めたようですね。で、こちらの記事が2019年1月30日付の記事になっていまして、まあ、カルダノプライスって書いてあるだけで、なんか価格予想も入ってるなってお分かりになると思うんですけども、カルダノプライスプレディクションアップデート Reasons why 2019 will be good for カルダノ、なんかいい予感がしますねということで、早速訳していきたいと思います。それではタイトルなんですけども、タイトルが、カルダノ価格予想最新情報、2019年がカルダノにとって良い年になる理由ということですね。ちょっとまあ一応下もどんな感じか見ておきましょうね。こんな風に画像が入ってまして、で記事が続いています。いくつかのなんかこうカテゴリーに分けて、このように続いています。では早速日本語に入っていきましょう。後で説明しますちょっとね表現が過激なんですよね。まあでも読んでいきましょう。ではタイトルはさっき読んだんで、 You Today ジャック・トーマスさんの記事です。1月30日付ですね。では本文に行きましょう。カルダノはこれまでイーサリアムキラーとよく言われ、その異名を取るだけのことはあると証明され始めており、2019年がカルダノにとって良い年になる可能性がある。カルダノは競争力のある暗号通貨という点から見ても本物であり、その成長力とポテンシャルは増すばかりである。ということは、2019年はカルダノの価格が爆上げし、イーサリアムに追いつく年になるのだろうか。カルダノは全イーサリアム共同創設者、チャールズ・ホスキンソン氏から生み出されたプラットフォームでもあり、今後、ブロックチェーン上にスマートコントラクトを実装するために創出された。カルダノはイーサリアムに追いつき、イーサリアムを食うと明言している。まあ、ここでちょっと解説なんですけども、切るって言ってるんですよね。つまり、まあ、直訳すると殺すっていう意味なんですけども、日本語でね、イーサリアムを殺すっていう言い方をするのはちょっと過激かなと思いまして、食うというふうに翻訳させていただきました。2018年はイーサリアムにとって芳しい年ではなく、その成長率も、採用率も落ちていることから、カルダノが攻撃を仕掛け、イーサリアムから王冠を奪うべくのし上がるにはうってつけのタイミングである。もしこれが本当だとして、カルダノを取り巻くポジティブニュースを加味すれば、間違いなく価格は上昇するであろうし、 ADA の価格予想も2019年は塗り替える必要がある。垣間見えるポテンシャル。振り返ること、2018年1月、カルダノは他の多くのコインと同じく最高値を新高値をつけ、その最高値が1ドルを超えた。しかし今やその価格は 0.04 ドルにまで落ち込んでいる。多くのコインがこの時期、それをめぐるハイプや投機よりも自らのプロジェクトを固め構築しようとしていると言われており、そのためカルダノは基礎作りやアルゴリズムへの取り組みから始めている。カルダノが開発し改良を加えたアルゴリズムは3種類で、ウロボロス、ウロボロスプラオス、最新版のウロボロスジェネシスと呼ばれるものである。ウロボロスは安全性が証明され、昨年暗号通貨業界に受け入れられるにあたり、査読を経た史上初の数学的プロトコルである。前進あるのみ。さらにカルダノは運営の拠点をこれまでよりもはるかに暗号通貨に優しいワイオミング州に移した。州知事はブロックチェーンに対する称賛の意を表しており、州としても最近ブロックチェーンと暗号通貨の格付けに関するいくつかの有望な法案を申請している。
またカルダノはそのテクノロジーをアフリカの発展に活用することを目指し、その適用範囲を移行させている。カルダノは GPS 地図表を使って土地を特定できるデジタルブロックチェーン不動産登記を構成したいのだという。これによって不動産の所有者であることが証明でき、所有権譲渡も極めて低コストで実現できる。ルワンダはブロックチェーンテクノロジーやデジタル世界への変換を受け入れるところまで来ている。カルダノはそのレジャー元帳をブロックチェーンシステムに取り付ける予定である。価格予想。カルダノの価格がどこへ向かっていくのか、特にこの12ヶ月間の下落を見ればこれを見越すのは難しい。しかしブロックチェーンについては前途有望でポテンシャルが高い。カルダノが今後持続的に成長を続けることができ、基礎が固まればいくつかの点でイーサリアムよりも好まれるようになる力強いチャンスがある。もしイーサリアムがカルダノがすでに備えているプルーフオフステークプロトコルへと移行する同類のコインたちとの競争から抜きん出ることがなければ、イーサリアムのライバルのうち一つが入り込めるほどの大きな隙間ができるであろう。ということで、ちょっと意味深な感じで終わっていますけれども、このような記事でありました。では、今日はちょっとこれで翻訳の方は終わらせていただきます。この記事の通りのことですのでね。でもいろんなことをやってるんだなと思いますね。今回はGPS 地図表を使って土地を特定できるデジタルブロックチェーン不動産登記を構成したいというのはあんまりね、言われてなかったというか、私があんまり聞いてなかっただけかもしれないですけど、ちらっと聞いたような聞かなかったようなっていう感じですけど、こういうことも手がけてるんだなということをね、知ってまた勉強になりました。ということで、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。